皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はお隣の国の国会議長ムンヒサン氏についてです。今ムンヒサン氏は G20 国会議長会議というものが日本で行われるので日本に来るということで話が進んでいます。しかし日本の参院議長山東昭子議長は以前ムンヒサン氏が行った発言についてその発言を撤回謝罪しなければ個別の会談等は行わないというふうに通告しています。その発言というのは上皇陛下に対してあの人は戦犯の息子である、そのような人物が慰安婦に謝罪すればいいのだというような暴言をしました。しかしそのようなことで許されるわけもなく、山東議長としてはしっかりと日本国民に対して謝罪した上、その発言すべてについて撤回しなさいということを告げているわけです。このような日本側の態度にかなり驚いたのか、随分とドタバタしたようです。そのことがわかる記事についてお聞きください。FNN プライムより、渓谷国会議長が国際会議ドタキャン、日本訪問延期。日本訪問延期。慰安婦問題をめぐり天皇の謝罪が必要などと発言した渓谷のムンヒサン国会議長が4日に東京で開かれる G20 国会議長会議への出席を直前になって取りやめたことが FNN の取材で分かった。3日の来日予定を5日に延期する見通し。ムン議長に対しては山東参議院議長が発言の撤回と謝罪を求める書簡を送っていた。ムン議長は5日に都内で講演を予定しており、問題の発言後初めての日本訪問となる。11月2日 FNN ではムンヒサン議長が日本には来ないというふうにして報道したわけですが、11月3日にはそれを打ち消すニュースが流れてきました。中央日報より、ムンヒサン渓谷国会議長 G20 国会議長会議参加に向け日本訪問、予定された公式日程だけ消化。ムンヒサン国会議長が4日に東京で開かれる G20 国会議長会議に参加に向け3日夜に出国する。また、ムン議長は5日に早稲田大学で未来志向的韓日関係復元に向けた提言を主題に特別講演を行う。ただ、悪化した最近の状況を考慮し、日本で約束された公式日程だけこなす方針だ。これに伴い、ムン議長は今回の訪日に同行することにした与野党議員団の日程を電撃的に取り消した。訪問団の規模も最小実務人員だけで再構成するよう指示した。ムン議長は最近韓日両国の複数の知人から現在の環境上訪日日程を調整すべきという苦言を受けてきた。日本の山東昭子参議院議長が旧日本軍慰安婦問題に天皇の謝罪の必要性を言及したムン議長の発言をめぐり公開的に遺憾を表明したためだ。しかしムン議長は側近に約束を守る政治家として日本側と約束した行事を取り消してはならないと話したという。これに先立ちムン議長は G20 国会議長会議主催者である日本参議院議長から9月20日に公式招待状を受け取り、早稲田大学での特別講演要請は先月12日伝えられた。ムンヒサン国会議長に対して発言の謝罪と撤回を求めている山東議長の声には支持の声が上がっています。そのことについて一つだけ記事を取り上げましょう。自民世耕参院幹事長、渓谷議長と面会しない山東議長を支持。自民党の世耕参院幹事長は1日の記者会見で、山東昭子参院議長が4日に東京都内で開かれる G20 国会議長会議に合わせて来日する渓谷国会のムンヒサン議長と会談しないことについて、渓谷議長の発言は全く容認できない。撤回謝罪がない限り、ムン氏と会わないという山東議長の姿勢は支持できると述べた。ムン氏は今年2月、アメリカメディアのインタビューで、上位される前の上皇様を戦争犯罪の主犯の息子と呼び、慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要なると語った。山東氏はムン氏に謝罪と撤回を求める書簡を送ったが、ムン氏側からの回答はなく、個別会談する状況ではないと判断した。最初に FNN プライムのニュース記事で、ムンヒサン議長は日本には来ませんよというようなニュースが流れた時には、こう思いました。ああ、この人はもう逃げたんだなと。実際問題、ムンヒサン議長は自分の行った発言に対して悪いという気持ちは全くありません。そのことは今回の記事では取り上げてませんが、
他のニュース記事においては私はこれを持論としているというようなことを言っており、なぜ日本がこのことに対していつまでもぐちぐち言うのかというふうに不満を述べてもいました。そしてもはや仲間内とも言えるような鳩山元総理に対して、いや気分を害した人がいるんだったら悪かったねというようなお詫びをしたわけです。しかしそのような発言がもちろん何か意味があるかといえば、当然のように全く意味はありません。いわば形式だけのお詫びというものを仲間内の人間にして、それをもって終わりにしようというのは非常に不適切な対応です。このようなことがなぜ起こるのかといえば、それは過去の成功体験にあります。人間というものは過去の延長線上に自分の未来というものを思い描くものです。ムンヒさん議長はこう思ったはずです。過去の日本を見てみればわかるように、私が何を言おうともどうせ日本の側が最終的には折れて、そしてなかったことにうやむやにしてくれるというふうに思っていたはずです。しかし今回だけはそれはちょっと違ったわけです。今回山東議長が求めた発言の謝罪そして撤回というのは一つになっていました。なぜ一つになっていたかといえば、それはお詫びというものが結構曖昧なものになりやすいからです。ムンヒさん議長が鳩山元総理に対してお詫びというものについても、その中身を見ると気分を悪くした人がいるんだったら悪かったねというような言い方でお詫びをしています。つまり自分の発言そのものについて何か悪かったというふうな意味合いは全くありません。気分が悪くしたというような人がいるんであれば、その人限定で気分を悪くしたことに対してお詫びをしているだけで、自分の発言が何か悪かったという気持ちは一切ないのです。このようなお詫びの形というものは非常に曖昧になりやすいものですから、山東昭子議長はこの発言の謝罪と撤回というものをセットにすることによって、あなたの発言そのものに問題があるということを自覚しなさいというふうに詰め寄っているわけです。このような日本側の対応にはさらに広がりがありました。3つ目の記事の紹介でもお伝えしたように、世耕議員が山東議長の発言に対して支持することを表明しています。これは一人だけの意見ではありませんよ、日本側はこのような意見を持っていますよという具合にして、誰か個人の意見ではなく、それが組織もしくはその全体意見として、このような雰囲気、このような意見というものがみんな持っているんですよという、そういった印象を相手国側に与えることが成功できているわけです。このように日本側の対応が過去のものとは違うなということを感じたために、ムンヒさん議長は G20 国会議長会議に連れていく人数などについても変更を行い、その変更によって日本側が、ああこれはもうムンヒさん議長は来ないのかもしれないなというちょっと先走った報道につながったのだと思います。しかし人数を減らしたといっても結局日本には来るわけですが、逃げの姿勢というものは一切変わっていません。ムンヒさん議長は公式日程については基本的にはこなすということを発表しています。つまり自分の発言について謝罪や撤回する意思はなく、あくまでも取り決められた公式行事については行うという姿勢を示したわけです。その中には当然のように山東議長との個別会談というものは存在しません。それは公式な行事ではないからです。結局のところムンヒさん議長の本心としては、私の発言が何が悪いんだといういわば開き直りがここに見られます。最後に少し話は変わって、このムンヒさん議長は来日して5日には早稲田大学で特別講演を行うそうです。早稲田大学の公式ページを見て、そのイベントというものも載っていたので見たのですが、残念ながらどこの教室で行われるかといったような情報については全く載っていませんでした。特別講演のテーマは未来志向の日韓関係への改善に対する提言だそうですが、もしもその講演の最後に一つだけでもいいから質疑応答の時間があったならば聞いてみたいものです。あなたはの発言というものは日本国民を大いに傷つけ、そして怒らせています。そのような発言をしているあなたが日韓関係の未来について未来志向で考えてほしいなどとどうして発言しているのでしょうか。あなたの思考回路は一体どうなっているんですか。ぜひとも聞かせてくださいということを聞いてみたいものです。皆様、このニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画への高評価お待ちしています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。